日大のアメフト部が廃部にされるかどうかっていうのが、ここのところのニュースになっています。まあ、廃部されるかどうかっていうのは、まあ、いわば現代社会の趨勢である価値観の多様化という動きに逆行する恐れもあるというようなことで、その観点からもちょっとお話をしたいと思います。12月4日にですね、日大の林真理子理事長が、アメフト部の廃部問題について言及しました。その会見で結局、大麻の逮捕者が何人か出て、日大アメフト部自体を廃部にすべきかどうかということが議論になっていたところ、まあ、林理事長の方では、まあ、継続審議ということになったんですよね。ただ、まあ、廃部という方向はかなり流れとしては相当強くなっていたので、まあ、今後本当に廃部されるのかどうか、ということが結構ポイントになります。で、そもそもですね、こういう廃部っていうののまあことになりますと、現役部員、まあ、おそらく大麻には全然関係ない現役部員が、まあ、100人ぐらいは少なくともいるんではないかと思うんですけれど、その現役部員にとってみると、廃部というのは、アメフト部80数年ぐらいの歴史がある日大フェニックスということで、まあ、日本一にもなるというような名門のアメフト部。それを踏まえて入学して、日大アメフト部で俺も頑張ろうと思う部員が、まあ、ほぼだと思うんですけれど、そういう人たちがアメフト部がいきなり廃部されてしまうと、自分のそうした思いとか情熱とか、そういうものが一気に失われてしまう。まあ、そういうことだとすると相当不利益を被るわけですよね。で、そういういわば、全く大麻には関係ない、いわゆる無実だとか、無効のアメフト部員、多くのアメフト部員をもそうした不利益を与えるというのは、一つの責任のあり方としていいのだろうかという問題がクローズアップされると思います。こうした問題、責任の取り方っていうのは、大きく分けて日本社会にはですね、3つあるんですよね。それは個人責任、それから連帯責任、それから団体責任という、この三つが大体大きくくくりとしては言えると。で、個人責任っていうのは、もう責任を負うのは行為を行った行為者自身、個人ですよと。それ以外の人は責任を負う必要はないっていうのが、まあ、個人責任という責任の取り方。で、連帯責任っていうのは、まあ、ある人の責任なんだけれど、他の人も連帯して責任を負わすっていうのが連帯責任と。ある人の問題行動があった場合、まあ、それに関与はしていないんだけれど、まあ、それを防げただろうとか、法律的にその直接的関与じゃないけれど、間接的には関与しているというような場合には、連帯責任というのを認めていると。で、これは法律的にもですね、例えば公職選挙法という法律で、例えば買収事件があった場合に、当選した議員は、買収直接は関与してないけれど、その秘書などが買収に関与しているということになると、当選した議員も連座制といって、まあ、連帯責任として議員の資格を失うというようなことがあるわけですよね。で、まあ、今の世の中ですね、そういう連帯責任というのは、そういう法律的な根拠がある場合とか、あるいはお金の貸し借りで、よく連帯保証っていうのがあって、連帯保証で署名をしたりする。で、こういうような場合は、自ら連帯保証人が、署名をしているということが根拠としてあるので、そういう連帯保証、連帯責任というのを連帯保証人に求めるということは、まあ、それなりの根拠があると思うんです。で、そういう法律的な根拠とか、関与がある程度間接的にも認められるようなものでないと、今の世の中ですね、結構パワハラというのがもう相当強く言われてますから、いわばパワーハラスメントで、他の人が直接は関与していないにもかかわらず、お前も連帯で責任を負えとかいうことになると、一種のパワハラみたいな形になりうるので、
結構今これからの世の中っていうのは連帯責任でお前も連帯責任問えというようなことを簡単に言えなくなってきてる、まあ、世の中なんだろうと思います。で、さらにですね、団体責任っていうのがあります。これは団体の構成員の1人ないし数人に問題行動があった場合にですね、その団体の構成員全員に不利益を与えるという形で責任を取らせることを言うんですけれど、この団体責任というのはですね、古い時代はよく使われていました。日本社会が団体責任の観念が支配的だった。まあ、それしつけの一環だったりとか、あるいは体制維持だとか、秩序維持だとか、あるいは見せしめだとか、抑止力だとか、そういう効果を狙って団体責任を問うというのが行われていたんですが、今の世の中はですね、個人的な地位とか個人的な価値観っていうのが相当重視されるようになってきましたので、そうした団体責任っていうのは、まあ、排除の方向に動いていると思います。まあ、よく学校などで一人が生徒の規則を守らなかった。では団体責任だっつってクラス全員をみんなその何らかの不利益を与えるというようなことを知った場合にですね、結構保護者やなんかからは相当強いクレーム、批判が出ると思うんです。まあ、そのような形で今世の中が動いてるっていうことをまずここで考えなければいけないのですが、で、12月4日の会見でですね、林理事長のほかに増子委員長という人も出席してました。この増子委員長っていうのは、まあ、競技部の薬物事件に関する調査および再発防止策検討委員会の委員長なんですが、この増子委員長がですね、その12月4日の記者会見でですね、廃部の問題について説明したんですよね。で、11月24日と28日の2回、各学部の学部長ら17名で構成されている競技スポーツ運営委員会が開かれて、まあ、28日の2回目の時に、廃部という方針が承認されたというようなことを、その記者会見で、マスコさんが説明してました。で、マスコ委員長はですね、まあ、結局は今の不安がある学生に対して、まあ、結局賛否はあるんだけれど、早く方向性を示して、次のステージに頑張れる体制を作る必要がある。来年度の新入生に対しても、ずるずると遅らせることは得策ではない。まあ、当初は逮捕された学生の単独犯と考えられていたが、そうではなくて、集団的、常習的に大学の寮で、そういう大麻の事件が起こされていたという判断ができた。まあ、各学生の安全を担保しないといけないと。まあ、捜査が続いているんで、まあ、どこで一線を引くのかは難しいけれど、一般学生の安全を担保するために、まあ、今回のような、廃部というような結論にはなったというようなことをルール説明はされていました。まあ、先ほど申し上げたように、仮にですね、今廃部の方向に行っているのかもしれませんが、まあ、廃部ということになると、やっぱり連帯責任とか団体責任のどこかに当てはまるんだろうと思うんですが、マスコ委員長はですね、必ずしも連帯責任ということではないというようなことをそのコメントしてましたけれど、連帯責任でもなく廃部ということになるのは、どういうことを言わんとしてるのか、ちょっと理解できないところはありました。まあ、いずれにしてもですね、連帯責任を問うというんであれば、まあ、100名近くの全く大麻には関係ない無実無故の部員が、当時ですね、アメフト部の他の人がやってる大麻の蔓延を食い止めることができたのかどうか、もう同じ学生の身分であり、同じ部員であった人たちに、そういう蔓延を防止する義務とか、防止する注意義務があったのかっていうことがもうポイントだと思うんですけれど、それはですね、まあ、結局、もう去年ぐらいからは大学に、まあ、アメフト部において大麻が使われてるという情報が入ってたわけですよね。で、そういう情報が入っていながら、大学としては、まあ、今年のその夏前後くらいまで、結局、何らのその
拡散防止、まん延防止措置を講ずることもなく、時間が過ぎていったということがあるわけですから、大学のその役職員とか、大学側がその防止措置を講ずることができない、していなかったにもかかわらず、その大麻とは関係ないアメフト部の部員に対して、あなたら要するにもっと、注意義務があって、蔓延させない、あるいはそういう大麻を使用するということはさせないようにする義務があったでしょう。だからあんたらはその義務を果たしてないから、退部ですよという話っていうのは、ちょっと筋違いかなっていうふうには思うところはあります。スポーツっていうフィールドは確かにですね、他の分野とは違うのかもしれません。大学の役職員が防ぐことができなかったにもかかわらず、部員にそれを求めて、それが、求めたことの結果が現れてなかったから、連帯責任だとか、あるいは何らかの責任、マスコさんが連帯責任ではないと言ってるので、何らかの責任なのかもしれませんが、そういうことを求めるのはちょっと違うというふうに思います。で、さらにですね、今回の廃部の最終決裁っていうのが、一連の事件で今回も辞任が、来年3月31日で辞任をすることが決まっている酒井学長が、その廃部の最終決裁をするというような流れになっているようですし、もっと言えば、その廃部を決めた際の会議においては、今回、もうすでに辞任している澤田副学長も、そこに入って協議をしていたようなんですよね。澤田副学長だとか酒井学長が加わるようなところで廃部にするかどうかっていう、協議がなされたっていう手続き的にもやや問題があるようには私はちょっと思えてなりません。これまで述べてきたように、結局この、アメフト部の廃部の問題っていうのは、一大学の一スポーツクラブの廃部というだけの問題ではなくて、最終的には大学が決めることだとは言うものの、責任を負わせるときに、そういう団体責任、あるいはそれに近いような形での責任取らせ方っていうのが、どんどんと多くなっていくということは、今のこれから日本が目指す価値観とはだいぶかけ離れてしまうように思えてならないわけであります。その意味では、このアメフト部の廃部の問題っていうのは、きちんと着目していかなければならないというふうには思います。本日の解説、私の言葉、これは良かったと思う人は、チャンネル登録、そして高評価、グッドボタン、よろしくお願いします。